私も選択をしたのです。古代が、皆さんがそうしたように。20世紀末から人類はいくつもの危機に直面した。環境破壊、疫病の流行、国家間の対立、そして2191年、地球外知的生命体との初めての接触が人類を絶滅の淵に立たせることになった。人類を救うべく未知の宇宙へと旅立った船、宇宙戦艦ヤマト。大いなる変革の時が今始まる。宇宙戦艦ヤマトという時代、西暦2202年の選択。